なんつうんですか、池田さんの、なんつうんですかね、振りの感じというか、があるじゃないですか。髪をかき上げるとか、その日常的な動作にすごく集中するっていうのが、髪をかき上げる仕草がすごい何回も出てきて、ニュアンスみたいなものをなんか生で感じれてよかったなと思いましたね。あれが本当にそのローザスっぽくてかっこいいなと思って、やりながらすごいいけてるなと思いながら踊ってました。あれをやってるのが上がりました、ね。10月から早稲田大学演劇博物館でコンテンポラリーダンスをテーマとして初めての企画展というのを行うんですね。その中の重要なテーマの一つとして、まあ、ダンスは見ても楽しいものなんですけど、やはり踊って一人一人が参加して楽しいものであろうということで、皆さん一人一人に踊っていただく機会を作ろうということで、その関連イベントとしてこれを企画しております。ローザスダンスローザスの振り付けを皆さんに一部踊っていただいて、それを撮影をして YouTube 並びにローザスの公式サイトにアップするというところまでがこのプロジェクトの最終目的になってますので、皆さんが一人一人がこの映像作品を作っていただくということになります。なんかダンサーじゃない人がその体を動かすこう時間ってあんまりないじゃないですか。だからそれが貴重っていうか楽しいかもなっていうか、なんか発見があるかもと思って、はい。昔からローザスを見るのがすごく好きだったんですけど、一般の人たちで、ローザスダンスローザスを踊れる機会があるっていうのを去年の夏知って、文雄さんのワークショップを受けてとても印象深かったので、今年も機会があればぜひ受けたいと思ってました。僕は、2,3 年前に文雄さんの、ソロの、ダンスの舞台を見てすごく素敵だったので、でワークショップがあるたびに参加してます。20年ぐらい前から芝居見てて、その中でダンスシーンがあってダンスに興味も持つようになって、ローザスも3回ぐらい来日公演も見て、4回かな、来日公演も見てて、特にスティーブ・ライヒの音楽を使った作品が好きで、スティーブ・ライヒがすごい好きだったんですよ。でそれでスティーブ・ライヒの曲で踊っているダンスカンパニーがあるってことで、高校生ぐらいからずっとローザスが好きだったので、池田さんにもお会いできると思って参加しました。池田さんのツイッターとか、というか池田さん ローザスがすごい好きだったので、しかも早稲田のゆかりのある早稲田でということで参加しました。私ももともとローザスが好きだったんですけど、そのツイッターで知って応募しました。大学の授業の同じ授業の人からの紹介というかがあって、失礼ですけど知らなくて、でもちょっと興味が湧いたので参加しました。ツイッターで知って、あとは友達のおすすめで、ゼミの先生がローザス激推しだったのでこれは行かねばと思って参加しました。はい、サークルのコーチの先生に紹介されて受講してみようと思いました。大学の授業で映画の勉強をする授業があるんですけど、その授業でたまたま先生が池田さんのローザス の映像を みんなで見て、その時にあこの人すごいなと思って、学生の時からローザスの、映像を授業で見て、早稲田の文学部なんですけど、それ以来すごい大好き でただ公演を見る機会がなくて、今年の4月僕誕生日だったんですけど、
それで念願 あのこの前のドラミングを見れてすごい感激して、でそれをきっかけに池田さんをフォローするんだって、でツイッターで知って応募しました。この前池袋の芸劇でドラミングを見て、でめちゃめちゃ良かったもんで、であれですね、池田さんっていう存在を後から知ったの でたまたまツイッター見てたらなんかまあ、流れてきたんで、あなんだこれはって感じで、そうですね、受講しました。で今年の5月4月だったかな、ドラミングを私見に行って、その時にうわすごいなと思って、でこれなんかどうにかしてこういうのやりたいなって思ってるところに、ツイッターで文夫さんがその早稲田でやるかもみたいなことをつぶやいてて、あそうなんだ、じゃあ絶対行きたいなと思って、こうちょっと虎視眈々と狙っておりました。はい、友達確認。一人目、一回目の友達。二回目の友達。じゃあ A グループ、B グループ、C グループ、D グループ。せーの、1、2、3、4、5、6、1、2。友達どこ？神田で1、2、もう一つ友達、ね、A、 よし、じゃあ A グループの人は B、 A、 だ、だ、 C、 A と C、 と A、 D、 A と C、 C、 と A、 D、ホワイトボードにプログラムがあったときは割にできたんですけど、まあ、去年は去年で難しく、まあ、今回は今回で、まあ、間違えるととっちらかるんで、難しいですけど、でも見るのと違いますよね、やっぱり自分の体を動かすのは、だから発見がありますね、うん、すごく動きがシンプルなんですけれども、それを写真で撮られた時でも一瞬の隙のないように動いてって言った池田さんの言葉がすごく印象的で、さっきも言ったそのピクチュライズの話もそうなんだけど、でもここで自分がこういうふうにピクチュライズされてるっていう意識がないと、ここまで上がっていっちゃったりとか、こうなっちゃったりとか、でそこの一瞬ここで止まってみよう、すっとそこに行けるようにかっこいい、みんなそこに行って、それは何気なく振りだからって動くんじゃなくって、見られてるとかいう意識とかそういうところ部分みたいなところのことをこの短い時間に言ってたことがすごく印象的でした。でもね、映画なので映画なので本当にいくらでもそういうこの人何なんだろうっていうとかカットできるから、あと打ち合わせで最後のポーズはそれだけ別に撮ると言ったので、今みたいに一人だけ立ち上がったら一人だけ前に見せてもせーのパシッってやるから絶対大丈夫